山中京子から1928年12月10日は日本の牧師、民族学者。京子は筆名。陽明は平蔵で、後に補正。1872年に改名して笑い。日本メソジスト教会の最初の牧師の一人である。また、静岡教会初代牧師である。1850年江戸の四谷中、殿町再年時に、 幕臣の山中三十九郎保全の次男として生まれる。山中家は徳川氏に仕える御家人の家柄で、園祖は伊賀州であるという。書は長い万国、その他に柔術、剣術、槍を学ぶ。1864年、和宮親子内親王の広じき天板に登用され、江戸城で和宮に仕えた。1868年徳川家が、 母親戦争で敗北すると、徳川家と共に、駿府に移住した。そこで、旧幕府の学問書静岡藩の英学書静記者の英学教授となった。外国人教授であったエドワード・ボーレン・クラークや、デイビッドソン・マクドナルドの影響を受けた。1872年笑いと解明する。1874年9月27日。 カナダメソジスト教会の医療宣教師マクドナルドから受選した。1878年静岡県梅谷町3番地に静岡教会の前身である抗議書を開設。カナダに帰国中のマクドナルドに代わり伝道した。静岡教会初代牧師となる。1979年3月静岡教会から沼津に転任。沼津教会第二代牧師となる。 1881年本格的に進学を学び、東洋英和学校進学科を卒業した。その後再び静岡に赴任。静岡教会三代目牧師となる。1881年9月18日、平岩信康、土屋彦六と共に、東京の下屋教会で、ジョージ・ミーチャムより、アンシュレを受け、日本メソジスト教会教職司法に任命される。 1882年9月には、正式に牧師となり、メソジスト最初の牧師の一人になった。同年10月静岡県南横町に静岡教会を剣道。1883年6月浜松の連雀町で出張伝道開始。後の日本キリスト教団浜松教会の元となる。1884年5月静岡教会から下屋教会に転任し、 四代目牧師となる。1885年4月下屋教会から牛込教会に転任。1886年ともい西へは、甲府教会や有機無二三の開いた草壁教会を拠点に、山梨県の各地で伝道活動を行い、その一方で庶民の生活史を見分し、その成果を東京人類学会雑誌へ発表するとして修正。 1887年9月甲府協会の6代木牧,牧師となる。1892年甲府協会から緑町講義所に転任。1894年緑町講義所から沼津協会に転任し、第8代牧師となる。1895年6月下屋協会に転任し、第8代牧師となる。1900年5月下屋協会から、 東京牛込め会に転任。1905年民俗学者、柳田国男に出会う。その後見つけ教会などで牧師を務める。1907年吉原教会の牧師となる。1912年3月吉原教会の牧師を引退。1912年4月1日隠居牧師となる。その後、青山学院図書係となる。本格的な民俗学。 考古学研究に専念する。1928年に79歳で死去。著作に土族雑語、見つけ次第、基地巨雑は千倍日記、三円等など。友い西しは日本民族学の先駆者として知られ、柳田国王も友い西しの業績を評価し、著作の出版に尽力している。斐の落葉は、 山梨県の道祖神祭りや山梨独自の節句人形であるかな観物など同時代に廃れつつあった民族事例を記録しており、山梨県民族史研究の講師として評価されている。ありがとうございます。